どうも、コバです。ジャパニーズスクールライフ続きやっていきたいと思います。どうぞ。散らかってるけど、前回の動画で分岐点があったよね。チョコとアリサお邪魔しまーす。で、やっぱ綺麗じゃんか。昨日頑張って片付けたの。散らかったままじゃ勉強できないでしょ。前回の動画ではアリサを選択したんですけれども、この後ルートが変化するのかな、まだわかんないんですけど。私は気にしないけど、ま、いつも通り無言プレイで。ブライアンも別に気にしないっしょ。私が気にするの。うん、ちゃんと飾ってるんだ。あ、これ今月号じゃん。やった、まだ読んでなかったんだよね。ああ、こらアリサ、勉強するんじゃないの。うん、これ読んだら今月の特集は、やったー、ネイルの特集だ。もう一緒に片付けておけばよかった。え、なんでもないよ。全然何も気にしてないから。うん、それじゃあ早速勉強始めよっか。うん、合ってるよ。途中の計算式もバッチリだね。もう少し頑張ればきっといい点取れるから、頑張ろうね。それでアリサは何やってるの。うん、世間の流行の勉強。今は違う勉強してくれる。テスト自信ないじゃなかったの。まあやばいんだけどさ、私勘はいいからね。ヤマハって要点だけ押さえとけば大丈夫っしょ。あー、これかわいい。ブライアンはアリサの真似しちゃダメだよ。え、どうして？ん？パーツでも隠してんの？違うよ。変なこと言わないで。だよね。チョコのパンツそこに入ってないし。なんで知ってるの。私はチョコのことなら何でも知ってるのだ。もうアリサはいい加減に勉強しなさい。うん、もうちょいで読み終わるから、そしたら本気出すってば。うん、教えたらすぐに理解してくれるんだけど、特に勉強はすぐに飽きちゃって。やればできる子なんだけどね。アリサって賢いから。あー、いいぞ、もっと褒めて。ああやってすぐ調子に乗るの、それで失敗しちゃうんだ。チョコ、私のこと嫌いなの。好きだからこうやって面倒見てあげてるんでしょ。分かったら早くこっちいらっしゃい。しょうもないな。チョコの愛に応えるためにもちょっとだけ本気出しますか。頑張った、1年分頑張った。何言ってるの。定期テストまだ2回目なんだよ。あと何回やるか分かってるよね。その時はその時。今は夏休み獲得のために頑張ればそれで OK。 ありがとねチョコ。あとは一夜漬けで頑張る。一夜漬けっていうのは試験の前日に徹夜で勉強するって意味だよ。日本の食べ物で漬物っていうのがあるの知ってる？
基本的には野菜は使うんだけど、いろんな食材を塩や酒粕につけて発酵させたものを漬物っていうの。保存が効いたり美味しくなったりするんだよ。海外の食べ物だとザワークラウトに似てるのかな。一晩だけ漬けたものを一夜漬けっていうの。それを試験勉強に例えた言い方なんだよ。私ちゃんと漬かるし、味が染み込んで美味しくなるし。もう、はい、これテスト範囲の要点まとめておいたから、これで赤点には。ありがとう。だからチョコ大好き。ちょっとアリサ、苦しいから。さあ、これで夏休みになるのを待つだけだね。40日も休みがあるなんて待ち遠しいな。そうだね。ちょっとね。ねえ、夏休みはどこ遊びに行く？私海行きたい。え、マジで？じゃあ絶対行かなきゃ。チョコはどう？月末なら多分なんとかなるかな。まだ忙しいの？私たちに内緒で何してるの？家庭の事情いろいろあって。まあいいか。じゃあ月末ね。キーマリー。ちょっと待って、いろいろとスケジュールの確認をしないと。新しい水着買って遊び道具も用意して。うわー、テンション上がる。楽しいからだよ。早く夏休みにならないかな。そんな一日一日をじっくり大切に使わないと。チョコ、さっきから何に怯えてるわけ？別に何でもないよ。何でもないから。変なチョコ。ねえブライアン、男の子の友達とはちゃんと遊ぶ約束してる？それはいいことだね。そうだったんだ。意外。ごめんね、待たせちゃって。日焼け止め塗ったりしてたら遅くなっちゃった。そのままじゃめっちゃ日焼けしちゃうからさ。ブライアンはちゃんと日焼け止め塗った？ダメだよ。男の子もちゃんとケアしないと跡が残っちゃうよ。後で私の日焼け止め貸してあげる。背中にもちゃんと塗ってあげるね。ブライアンさ、もしかして照れてんの？そりゃそうだよ。海に遊びに来たのに水着じゃなかったら何しに来たのって感じじゃん。
私も恥ずかしいけど、ブライアンが恥ずかしがってたら余計に恥ずかしいよ。だからあんまり気にしないで、いつも通りに楽しく遊ぼう。そんじゃ今から何して遊ぼっか。いろいろ持ってきたんだけど何がいい？私あんまり運動は得意じゃないから、できればおとなしい遊びの方がいいんだけど。チョコ何言ってんの、もっと開放的に思いっきり遊ばなきゃ。そうも言ってられないんだけど。もうせっかく海に来てるんだから二人ともしっかり楽しもうよ。あのそういうことじゃなくてね、他の理由っていうか。あ、わかった。宿題のこと気にしてるんでしょう。それはいつも夏休みの後半に全部終わらせるからいいんだけど。あ、その時は私も呼んでね。協力して終わらせよ。アリサは私の写してるだけでしょ。おお、いいじゃん。二人より三人の方が手っ取り早いし。別にいいけど、ちゃんと自分でやらなきゃいけない分は自分でやるんだよ。わかってるってば。任しといてよ。ってそんなことは今どうでもよくって、遊ぶ方が大事。はいはい。ブライアンは何したい？海初めてなんだよね。別に何でもいいんだよ。そのためにほらいろいろ用意したんだし。ああ、あれは砂遊びだよ。お城を作ってるんじゃない？上手な人はすごく上手に作るよね。立体物が作れるのって尊敬しちゃうな。手先が器用なんだろうね。私もあそこまでは上手にできないよ。砂遊びって小さい頃に少しやったくらいだけど、今やってみても意外と面白いよね。お、じゃあ砂遊び行っとく。この辺のおもちゃは後回しってことで。反応悪くない？いじられるの嫌い？別に今まで通りでいいよ。私はそういう素の反応が見たいんだしね。そうかな。まあ気にせず気楽に楽しくやろうよ。それでさ、なんでぼーっとしてたの？鮭は水着の女の子を見てたんだな。隠すことないよ。男の子なんだから気になるのは当たり前でしょ。で、どの子のタイプなの？教えてよ。ん？だって、何？は？
い、遅くなっちゃった。で、何してるの？じゃあ、別に何もないよ。それならいいんだけど。それじゃあ、そろそろ遊び再開。今度はいろんなおもちゃ使って遊ぼう。うん、お手柔らかにね。オッケー、ちょっとずつね。そんじゃあ行くよ。右、もうちょい右、あと一歩。ああ、行き過ぎなんてば。まっすぐ、そう、そこ、そのまま正面。次は私。チョコ、いいよ。うん、それじゃあ回すよ。チョコ、まだまだ。もっとグリグリ回していいよ。本当に大丈夫？大丈夫大丈夫。どんとこーい。もう知らないよ。よし、いっきょー。あたしが叩き割ってやる。あれ、思ったよりフラフラする。右、あいや、うまく歩けない。っていうか、フラフラしすぎ。危ないよ。大丈夫だって。ちょっと、こっちかな。ねえ、スイカどっち？そこから2歩右、前に5歩進んで。2歩右、それから5歩前に、ここらへん。そこ、ストップ。そのまま思いっきり振っちゃえ。思いっきりまっすぐ、てい。うん、さすがだね。アリサの運動神経と勘がいいから。おお、当たった当たった。ありゃ、でも割れ方が地味だな。指入ったくらいじゃん。派手に割れたら食べられなくなっちゃうでしょ。これくらいで十分だよ。もっとこう、バキッと真っ二つになるのを見せてあげたかったんだけどな。あ、そう、そうも。ありがとう。どうせ私はスイカにたどり着くことすらできませんでしたよ。だチョコは思いっきり尻もちついてたもんね。苦手なの。最初に言ったでしょ。まあいっか、スイカ割りの楽しみはまだ残ってるしね。そうそう、これからこのスイカをみんなで食べるんだよ。そこはほら、周りの人たちにも分けてあげればいいから。見てる人も楽しめるのがスイカ割りのいいところだよね。知らない人から「右」って言われてもつい反応しちゃうもん。ちゃんと切った方がいいよね。お、あそこの海の家で包丁借りれないかな。うん、聞いてみてもいいかもね。あ、ダメだったらその時はブライアンの出番だ。スイカを割るの、力仕事は男の子の出番でしょ。きっと貸してくれるよ。待ってて、聞いてくるね。ん？ああ、あれはかき氷だよ。そうそう、シロップの味で見た目が変わるからね。後で食べようか。
私はチョコと半分こしたら食べれそうだし。どうせならさ、和風のやつ頼んでみれば。宇治金時って知ってる？抹茶味のシロップをかけて上にあんこを乗っけるの。めっちゃ美味しいんだよ。ちょっと苦味のある抹茶シロップとあんこの甘さがまた合うんだ。あとあんこの代わりに練乳をかける宇治シグレってバージョンもあるんだよ。いや、そんな真剣に悩まなくても、私とチョコがどっちか頼んであげるから食べ比べてみれば。いいよ別に、私も抹茶味って大好きだしね。お待たせ、包丁と場所を貸してくれるみたいだから行こうか。やったー。じゃあまずはスイカから食べようか。はい、というわけで今回は時間的にもちょうどいいのでこの辺で終わりたいと思います。久しぶりにイラストっていうのかな、CG シーンを見られたんで、まあよかったんじゃないかな。しかも水着姿でね、今の季節とは真逆だけど。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。